皆さん、おはこんばんにちは。本日もセレガーラ提督の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。皆さんはじめまして、四季英気です。本日は、3月に募集をしましたが、データが消えてしまい、期間を4月17日まで延ばした、第2回セレガーラ提督の質問コーナーの質問、リクエストに答えていきたいと思います。今回も幻想郷読売テレビのラジオスタジオからお送りしております。ちなみに一つ心配なことがありまして。それはどんなことでしょう？僕セレガーラ提督は、3月29日に福岡に引っ越しました。その少し後に初めて西鉄に乗ったんですが。西鉄に乗ったんですね。ゆかりさんと同じ感じの駅、紫駅、がありました。冗談言ったら怒られますよ。いやいや、本当にあるんですよ。特急と急行は止まらず、普通列車しか止まらない駅です。この話ゆかりが聞いてたら大変なことになりますね。僕が一番心配しているのはそこなんですよ。まあ、その時はその時ですが。うんうんうんし、それはどういうことかしら。じゃあ、ゆかりさん。ちょっとこっちに来なさい。私と同じ感じの名前の駅って絶対にないでしょ。いやいや、本当にあるんだよ。西鉄の駅に本当にあるんだよ。あるんだったら今度詰めて行ってよね。わかったわかった、今度詰めて行くから。約束よ。うわあ。いたたたた。まさか本当に出てくるとは思いもしませんでしたね。ゆかりさんは地獄耳かな。それはないと思いますが。結局ゆかりさんと紫駅に行くことになりました。大変ですね。それはさておき早速質問に答えていきたいと、まず最初の質問はこちら。ふにゃっちさんより、パソコンのスペックは何ですか？と質問が来ています。僕のパソコンのスペックは、エイサーのインテルコア2ソロ 1.4GHz、メモリ 4GB、64GB の SSD のノートパソコンです。ちなみに OS は Windows 8、1アップデートです。モデルとしては結構古い方になりますね。確かもともとは Windows Vista でしたよね。そうですよ。もともと親が使っていたパソコンを高校入学間もない頃に譲り受けたものです。譲り受けた当時から Windows 8、1でした。譲り受ける前に OS をアップデートしていたものと思われます。Windows 10にはしなかったんですか？性能不足と容量不足で断念しました。そういえば Windows Vista はサポート終了してましたよね。マイクロソフトが4月11日にサポートを終了しました。Windows Vista のパソコンを使用中の方は買い替えを検討されてみてはいかがでしょう。次の質問はこちら。ゆっくりぼうてさんより、ゆっくり動画を作るのにどのくらい時間がかかりますか？今度ゆっくり実況をやろうと思っていて、使用しているソフトなども教えていただけたらと思います。と質問が来ています。ゆっくりぼうてさん、この前はありがとうございました。さて、ゆっくり動画はどのくらい時間がかかるか、結論から言えば内容にもよりますが、僕の場合少なくても3日はかかります。かかりすぎですよ。僕は結構外に出かけることが多く、ゆっくり動画を編集する時間が確保できないためです。全面展望とかも投稿してましたよね。出かける途中で撮影できたら編集して投稿するようにしています。動画編集するのも結構大変ですし、僕の場合はパソコンが今となっては貧弱な性能になっていますから、書き出しにかなり時間がかかります。結構大変なんですね。僕の場合ゆっくり動画は最初の頃は Windows タブレットで編集してましたから。タブレットでも編集できるんですか？条件を満たしていれば動きますよ。現在編集で使っているパソコンと比べたら性能が良かったですから。この男、やばすぎる。ちなみにそのタブレットはどうしたんですか？鹿児島の実家に置いてきてしまいました。置いてきたんですね。来月にはパソコンも新しくなっているでしょうから、投稿頻度も上がると思いますが。タブレットの方はどうするんですか？鹿児島に帰省した時に取りに行こうか考えています。セレガーラ交通局のホームページを作る時や小説などを書く時、サムネイルを作る時に使っていますから。この男、何者なの？あなたパソコン依存患者ですよね。依存患者ではないですが、世間から重症者と思われても仕方ないですかね。そろそろ次の質問に行きましょう。そうですね。次の質問はこちら。関西鉄道チャンネルさんより、関西で好きな特急電車、嫌いな私鉄、好きな私鉄、ウームで会うのが楽しみな方は、と質問が来ています。関西で好きな特急電車は、近鉄の島風や JR 西日本の遥かなどです。嫌いな私鉄は基本的にありません。好きな私鉄は、熊本電鉄や西鉄、近鉄などです。ウームで会うのが楽しみな方は、青島さんやタクッチチャンネルのミーさん、ヒカキンさんなど、たくさんいます。結構いるんですね。
次の質問はこちら。NS708さんより、好きなコンビニはどこですか？と質問が来ています。僕は行った先で近くにあるコンビニに行くことが多く、基本的に決めてはいませんが、一番好きだとしたらファミリーマートです。それは意外ですね。どうしてファミマが好きなんですか？理由は、僕が鹿児島に住んでいた頃に行っていた奥地やミスミでも使える T ポイントが貯まるからです。鉄道模型を買うときに小銭の持ち合わせがないときに重宝しています。それだけでなく、ファミリーマートで一定の額以上を買い物をすると、翌月を買い物をした際に、前月のお買い物の合計によって T ポイントが2倍、3倍と貯まるポイント数が変わってきます。それはとてもお得ですね。でも、ポイントを貯めるほどに損をしているような気がするんですが。まあ、旗から見ればそう思うかもしれません。僕の場合は近くのスーパーで買い忘れたものを買いに行く。または、近くのスーパーが閉店している場合に利用するなど、補助的な意味合いで利用しています。結構使いこなすんですね。僕としては使いこなせていないような気がします。行くたびに何か買ってますもんね。まあ、そうですね。次の質問はこちら。聖騎士ゆうなさんより、ゆっくり実況で最初にするゲームは何を予定していますか？と質問が来ています。ゆっくり実況で最初にするゲームは一時期話題になった、ももちゃんの痩せ痩せ大作戦、です。あれホラーゲームですよね。確かにホラーゲームですが、もともとは青鬼2を予定していました。今さら青鬼2を実況とか遅くないですか？青鬼2は編集していましたが、データが全て消えてしまい全部作り直しになりました。それだけでなく、僕のパソコンが今となってはゴミスペックとなっており、長時間の編集が難しいため、極力短くするようにしています。編集時間を短くしながら実況ができるゲームを探していたら、ももちゃんの痩せ痩せ大作戦にたどり着いたというわけです。かなり大変なんですね。それに、ももというと、今年の1月頃に結構話題になりましたからね。それはどういうことですか？詳細は、ももちゃんの痩せ痩せ大作戦のゆっくり実況で明らかになると思います。この時点で知っている人は知っていると思いますが、なんか嬉しいだな。次の質問はこちら。玉木底辺バトレイラさんより、好きな車両は何ですか？私はX183です。と質問が来ています。好きな車両は結構ありますが、一番好きなのは近鉄島風です。やっぱり島風なんですね。トミックスから限定版が発売されましたし、一度乗ってみたいと思いましたから。その限定版は未だに入手できてないんですね。今の僕にとっては高く感じています。それでも入手できるように頑張っていきたいです。まあ、頑張ってください。次の質問はこちら。OJ レックさんより、ズバリ今までで一番大変だったことは、と質問が来ています。今までで一番大変だったことは、USB メモリのデータが全て消えたことです。しかもゆっくりのキャラ素材をはじめ、編集中のデータ全てが消えてしまいました。それは大変ですよ。期間限定で配布されていたキャラ素材も消えたんですよね。そうなんです。でもその USB は復旧をかける予定です。全てのデータが戻ってくるといいですね。消えたデータが戻ってくることを願いたいです。そうですね。次の質問はこちら。黒岸あすなさんより、今の日本について一言、それと YouTuber を目指す子供たちに何かメッセージをお願いします。と質問が来ています。今の日本は問題だらけ。これが今の日本についての僕の一言です。確かにいろいろ不祥事とか不倫とかのニュースやってますね。しかも今のマスコミはマスゴミと呼ばれまくってますからね。この前にも安倍内閣の政務官が不倫や重婚、さらにはストーカー登録までされていた、などと某週刊誌がスクープとして記事にしていましたからね。その政務官の父親も政治家でしたが、その父親も不倫などで辞任したと聞いています。この件で親も親なら子も子が証明されたような気がします。それだけでなく、今村前復興大臣も、記者に対して激高したり、東日本大震災について、地震が来たのが東北でよかった、などと発言していました。もはや人間とは思えないですね。Google プラス上では今村前復興大臣が小田急4線大嫌いではないかとする、今村前復興大臣小田急4線大嫌い説、が囁かれているそうです。それが本当だったら大問題ですよ。多分小田急4線大嫌いは今村前復興大臣ではないと思いますが、YouTuber を目指す子供たちにメッセージ、面白いだけでなく、他の人に見せても恥ずかしくないような動画を投稿し続ければ夢は叶います。ありがとうございます。次の質問はこちら。AK47M4 さんより、鹿児島で美味しい食べ物はありますか？と質問が来ています。
鹿児島と言ったら黒豚、黒毛和牛など色々ありますが、なんと言ってもうなぎが一番だと僕は思います。うなぎって浜松が1位じゃないんですか？実は意外と知られていないみたいですが、うなぎの養殖は鹿児島が日本一です。ちなみに静岡県は4位です。うなぎが浜松のイメージが強いのは、本格的なうなぎの養殖は浜松で始まったとされているからなんです。ちなみに市町村別では、愛知県一色町が日本一になります。うなぎって奥が深い。他には何がありますか？南国白熊やお茶、さつまいも、さつま揚げ、カルカンなどがあります。いっぱいあるんですね。鹿児島は観光名所もありますし、砂蒸し温泉も有名です。 JR 日本最南端の駅で有名な西大山駅もあります。皆さん、鹿児島に足を運んでみてはいかがでしょう？鹿児島に行ってみたいけど仕事が。今は行けなくても逃げるわけではないですよ。交通機関があれば鹿児島に行けますから。今度の休みに行ってみたいと思います。次の質問はこちら。ファイバー人間さんより、普段ライブ配信で使っている機材を教えてください、それとあなたがブロックしているツイッターアカウントを教えてください、と質問が来ています。ブロックしているツイッターアカウントのうち、こいつだけはここで言います。そいつは小田急4000大嫌いです。また現れたんですね。何度やっても同じ結果になるのに、全くそれを学ぼうとしない。ここではっきり言わせてください。九州人は猿などと答えているが、お前の方が猿じゃないのか。以上です。こんなやつ早く地獄に落としてさばいてやりたいですね。本当ですよ。小田急4000大嫌いは永久に凍結されるべきです。凍結してもあらゆる手段を使って復活してくるでしょうね。本当に難しい問題ですね。早めに解決することを願いたいものです。次の質問はこちら。 E233K3000 番台さんより、セレさん、じゃあ質問しますよ。つべに動画上げて人生変わったか。2つ目、一人暮らしをするか結婚するか。3つ目、今行きたいところはどこか。4つ目、好きな県はどこかで、と質問が来ています。鉄道くん、質問ありがとうございます。よくでに動画を上げて人生が変わったか。結論から言えば、少し変わったと思っています。少しずつ動画の観光本数を増やしていき、新たにライブ配信も始めましたから、僕にとっては飛躍できたように感じています。一人暮らしをするか結婚するか、今のところ結婚を考えています。できるかわかりませんが、今行きたいところはどこか、個人的には道徳が一番気になっています。多分今の時点では行くことができませんが、行ける時に行きたいところです。好きな県は鹿児島です。地元ですから。はい、ありがとうございます。こんな感じでいろんな質問に答えてきましたが、前と比べて質問が多くなったように感じており、これも皆さんのおかげであり、自分の頑張りの結果でもあります。これからも続けていくんですか？これからも続けていこうと思っています。また、今年は新企画をいろいろと考えております。詳細は Google プラス、Twitter などで公開しますので、お楽しみに。それは気になりますね。本日もセレバーラ提督の動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。また他の動画も関連動画からぜひご覧ください。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。